こんにちは、池さんです。初心者向け車中泊講座の時間がやってまいりました。ご無沙汰しております。今日はですね、サーフィンをしながら子連れ車中泊で日本を一周したハイエースの、サーフィンに特化した装備ね、それから道具、そのあたりをね、皆さんにご紹介していこうと思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。結構ね、細かく紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録ボタンね、ポチリポチリポチリとお願いいたします。では早速いきたいと思います。まず基本的にサーフボードの積み方ですね、ご覧ください。僕のサーフトリップは常時板をね、3枚から4枚積んでいきます。そのうちの2枚は車内に積むんですね。このようにどうやってるかっていうと、ここ見えますか。まあ例えばこの取っ手の部分とか、それからうち鉄パイプを流しているので、このパイプにベルトですね、ベルトを通して板をぶら下げているような感じです。前へ来てください。見えます。このような感じで、座席のちょうどね、頭に板が当たらないところに板が流れてくるように、バンドでサーフボードを天井にね、吊るすようにしています。普通ね、サーフボードってこう、サーフボード用のラックというかね、バーがあって、みんなだいたいそれを使って板を流していると思うんだけど、うちはね、このバンドタイプを使ってるんですね。どうしてバンドタイプにしてるかっていうのは後ほど説明します。で、このバンドを使って板を天井に流してる時の注意点です。これはね、いわゆるソフトボード、スポンジボードって言われる、あの子供たち用のね、サーフボードなんですけども、スポンジボードはそもそも柔らかいので、長時間こういうロープの上とかに置いておくとへっこんじゃうんですね。ずっと圧がかかってるところが、スポンジがへっこんじゃうので、必ずね、こういうボード用のクッションね、これを間に挟んであげて、負荷がかかってるところはなるべくその圧を逃がしてあげるような工夫をしてください。よろしいですか。で、こちらへ回ってきて、ルーフキャリアね、つけているので、ロングボードは屋根の上に乗せています。基本的には車が走行している時ね、高速道路とか走っている時、どうしても風圧で板に負担がかかってしまうので、なるべく僕はね、サーフボードは車の中に積むようにしています。じゃあ寝る時どうしてるのかっていうと、実は見てもらった通り、寝る時にサーフボードが天井にあると非常に邪魔です。なので寝る時は非常に面倒なのですが、板を下ろして、そしてやはりね、こう屋根の上に乗せて縛って飛ばないようにして、それで寝るところ、ベッドルームをね、作るようにしています。そこでさっき、なぜ我が家はバーのタイプではなくてこのバンドタイプを使ってるかっていうと、こうやってね、すぐ外せちゃうんですね。そうすると寝るとき車内の空間がすごく広く取れるようになるんです。はい、このようにですね、板をどかして、でさらにこのバンドを外してあげることで、ベッドルームの空間を広く取れるんですね。なので我が家はこのバーのタイプじゃなくて、バンドで板を吊るして寝るときは全部取っ払って、快適な広い空間をね、確保してあげるようにしております。これが一つ、まあサーフトリップ車中泊の工夫です。続きましては、サーフトリップ車中泊に特化した道具類をね、紹介していきたいと思います。まずまあこんな感じでウェットスーツね、まあ、家族全員のウェットスーツとかを積むのですが、主に7月8月の夏場のサーフトリップは、まあ、経験上ほとんどウェットスーツはいらないですね。なんで一番身軽な状態で
旅ができるので、夏のサーフトリップ、おすすめです。ウェットスーツ、サーフィンやるとね、ウェットスーツを着るので、それって毎回洗って乾かさなきゃいけないんです。そのウェットスーツってどうやって乾かしてるのかっていうのを紹介しますね。ここにですね、ウェットスーツとかね、まあ、いろんなものをかけられるためのハンガーポールをね、つけてます。もうね、直接ドアにね、打っちゃってます。これだけは仕方ない。ここにポコンとかけるだけです。以上と思うでしょ？ところが、ここにね、まあ、家族4人分のウェットとか水着とかを干すと、重さでさ、ここが落ちてきちゃうんだよね。勝手に閉まっちゃう。これを防ぐためのグッズを紹介します。それがね、こちらですね。これ、リアゲートストッパーって言います。どういう風に使うかっていうと、ここ。ここにね、パコンと挟んで、くるっと後ろ向きにする。こっちもそう。パコンとここに挟んで、くるっと内側にすると。すると、ここを見ててね、重いものがかかっても、ここでドアが閉まらないように、ストッパーになってくれるんですね。こういう道具は、実際にリアゲートにウェットを干すっていうことをしてないと、これの必要性って意外とわからないんです。で、別にサーフィンだけじゃなくて、長く車中泊をすると、洗濯物干したりとか、なんか物引っ掛けたりとかするっていうシーンが出てくると思うので、そういう時のために、これね、用意しておくとめちゃめちゃ便利なので、おすすめです。覚えておいてください。で、次、ポリタンクですね。我が家の場合は、20リットルのポリタンクを2つ積んでます。1つがシャワー用で、だいたい20リットルで、子供も含めて家族4人分、1回でだいたいなくなっちゃいます。で、もう1つのタンクは、まあ、これはシャワーの予備でもあり、生活用のね、お水として使うので、ポリタンクはね、20リットルが2つ、家族4人の場合は2つあった方が圧倒的に便利です。で、このポリタンクね、まあ私たちの場合10日ぐらい旅をしますので、まあほぼ毎日給水していかなきゃいけないわけですけども、どこでお水をもらうかっていうと、まあ一番簡単なのはガソリンスタンド。ガソリン入れた時にタンク水取らせてくださいって言えば、ほぼどこでもどうぞって取らせてくれます。で、次にチャンスがあるのが公園ですね。公園とかの場合は、外にさ、水栓とかついてること多いでしょ？そういうところから取るんだけど、そのためには常時ゴムホースをね、積んでる必要があります。これはサーファーに限らず、給水タンクに水を取るときに必要になるので、ぜひ覚えておいてほしいです。我が家の場合は、約2メートルのホースを常時積んでます。この時に、このホースの径を20ミリ20パイっていうのかな、ちょっとね、ワンサイズね、太いやつにしとくんですね。これなんでかっていうと、コンビニで、お水を取らせてくださいってお願いしたときに、いいですよって言ってもらえたとき、基本的には、清掃用具入れにある、大きいね、清掃用の蛇口から取らなきゃいけないときが多いんです。清掃用の蛇口って、口が太いんですね。なので、なるべくなら、太めのゴムホースを積んでおくと、まあ、あらゆる蛇口に対応できるので、ここがね、長年、サーフィンを軸に車中泊をしてきた先人の知恵。コンビニの蛇口はちょっと太い。コンビニの蛇口と旦那のチンコはちょっと太い。覚えておいてください。で、続いてこの車内ですね。見てもらいますと、いろんな細々とした道具が載ってます。子供たちが遊ぶための、砂遊び道具。で、これです。これ何かっていうと、折りたたみ式のバケツですね。これ、意外と役に立つ。で、しかも、ぺったんこ。ね、邪魔にならない。し、何かと便利なので、この折りたたみのバケツもね、常備しとくことをお勧めします。何かと便利。旦那と折りたたみバケツは何かと便利。覚えておいてください。で、ここからちょっとね、奥、ざっと紹介しますね。ここにね、キャンピングチェアと、それからキャンピングテーブルね、折りたたみのものを積んでます。そしてこれは、2.5m×2.5m のタープですね。これらをシート下に積んでいます。やっぱり私たちのように、足早にロードトリップをしていく家族の場合、テーブルとかも組み立てが一番簡単なものを選んでます。パッと開いて足サッと出したらポンとテーブルになる。で、チェアもそうですね。
いわゆる今人気のあるヘリノックスみたいなメーカーのように組み立てるっていう作業はもう絶対 NG なんです。袋から出したらパッと椅子になる、これぐらいイージーでないとどっかでね組み立てる作業っていうのはね非常にストレスになります。なのでベーシックではありますが、このタイプのやはりチェアがね一番使い勝手がいいです。片付けるのも簡単、もう袋にポンってポンポンポンポポンポポポポンね、これで片付いてポン、これぐらい、簡単に出し入れができるっていうのは、実はこう短い期間の間にたくさん移動するタイプの車中泊旅をする場合、道具が非常に簡単に組み立てられるっていうのは大事なので、ぜひ覚えておいてくれると嬉しいです。そしてもう絶対になくなってはいけないマストアイテムがこれ、100均のね洗車用のブラシ。これねポイントは毛がたっぷりで柔らかいところです。何に使うかっていうと、海をね旅をするとね、とにかく砂がひどい。今もうこの状態でも結構砂乗ってるんだけど、あらゆるシーンで砂をはたきます。足についた砂とかもこれで取るとね一発で取れる。なのでこのブラシね、しかも柔らかくて毛がいっぱいあるタイプ、これはねマストアイテムなのでぜひ積んでおいてください。そしてまあ何度も紹介をしておりますが、てってれースライドキッチンなんて呼んでますね。これが、2バーナーのコンロですね。コールマンです。ガスコンロですね。ね、これで、ここの下の箱の中には、ボンベ類とかね、いろんな調理の道具が載っていたり、こちら側には食器、この下段には調理器具とかね、こういうのがもうすぐに取り出せるようにスタンバイされております。妻がここで朝とかねクイックにこう食事を作れたりとか、ランチとかでもねさっと料理ができるために、ここはねスライド型のキッチンを作っています。ご飯を作る機会っていうのはやっぱり多いんですね。その時にさっとできる、システムキッチンがあると非常に便利なのと、ちょっとね食事は豊かになります。ちょっとした簡易的なキッチンをね作っておくっていうのはね、長い旅をする上で結構重要なポイントなので、ぜひ皆さんものアイデアでキッチン的なものを作ってあげるといいと思います。で、軽くじゃあベッドルーム紹介しますね。まずこちらがね2段ベッドになってます。 ここの上段と下段に子供が寝て、こっちの広いスペースの方に大人が2人並んで寝ることで、下の段に3人、上段に1人っていう形で、広くね空間を確保しながら、寝れるように2段ベッドを作りました。普段はこうやって荷物が上にも置けるようにもしてあります。夏の車中泊ってどうやって寝てるんですかってよく聞かれるんですが、うちはね実はここのスライドドアとそれから後ろのバックドアね、ここを完全開放した状態で風通しを良くして寝ています。その時にこちら、これね UI ビークルのバグネットです。このスライドドアの形に設計されている蚊帳ですね、もうたったこれだけです。ピロロロロロンと下ろして両サイドにあるチャックを閉める、これだけでバグネットになります。蚊帳になりますね。さあもう一個ね、ハイエースってここに小窓があるんですけども、ここもね蚊帳を作ることができるんですね。バグネット何かっていうとこれです。ててん、これねバグネットとして売ってるんじゃなくて、日よけのシェードとして売ってるやつなんですけど、この高さをね35センチのものを選ぶと、なんとここにジャストフィットするんですよ。こうしてねここに挟み込むことで、見てぴったりバグネットになると。で、通気も確保できて、しっかりと虫をシャットアウトできる。でね、こんなのね2枚入りで980円とかで売ってるので、これめちゃめちゃおすすめです。バグネットですね。後ろ側も同じくですね、マジックテープを剥がすだけでてってれー、そして両サイドを閉める、
これだけで完全に虫をシャットアウト、安心して寝れます。さらに、基本的には2面開けとければかなり通気がいいので、風がある日はね、これだけでも十分ね涼しく寝れるんです。ですがそうは言っても雨が降ってたりとかしてたらさすがにここも閉めるしサイドも閉めますね。そうした時にどうやって寝てるかっていうと、やはり涼しさを求めるためのギアがあります。次はねそれを紹介したいと思います。ここはですね、我が家の夏の車中泊を大きく改革してくれた素晴らしいグッズを紹介したいと思います。まずはこれ、車中泊やられてる方お持ちではないかと思いますが、ポータブル冷蔵庫ですね。18リットルのタイプのものです。そんなにこれ自体は珍しくないと思うんですが、これの電源の取り方にちょっと工夫をしています。それがですねこちらになります。もうインバーター、普通のね、この電源ね、どっから取ってるかっていうと、実はハイエースの車のメインバッテリーから取ってます。でこの車のメインバッテリーをリチウムイオンバッテリーにうちはね入れ替えてるんですね。ムービングベースっていうメーカーのハイエース用の、リチウムイオンバッテリーにしてます。そこから直接12ボルトを引いて、でここで、インバーターを使って100ボルトを取るっていうやり方をしているんですけども、これ何がすごいいいかっていうと、バッテリーから直で取っているのでエンジンを切った状態でも100ボルトが取れる状態になってるんです。なので夏ね、24時間冷蔵庫って電源入れておきたいでしょ。そういう時にこういう電源の取り方をすることで、もうずっとねエンジンを切った状態でも100ボルトが取れてる状態、つまり冷蔵庫を冷やしてる状態が作れます。寝てる間とかもねずっと冷やしてくれてます。でこのポータブル冷蔵庫って一度設定温度まで冷やすことができると、その後ってほとんど電力を使わないでその冷たさをキープできるので、バッテリーの消費って全然ないんですよ。5ワットとかその程度しかないので、こういう風な取り方をすることでバッテリー上がりも心配せずにずっと冷蔵庫を冷やしておくことができる。この使い方ね、ものすごい僕おすすめしています。それからまたドライブに出るよね、すると走行充電で充電をしてくれるので、バッテリーを、なので使った分は走ってれば取り戻せる、常に充電をしている状態になるので、こう毎日繰り返して使う電気類にはこのメインバッテリーから直接引くっていうやり方をおすすめしています。合わせて我が家の車中泊を改革してくれたアイテム、その2、サーキュレーター、天然パーマオリジナルモデル、ステッカー貼っただけ。サーキュレーターって何が優れているかっていうと、その設計上風量がね非常に大きい、扇風機よりも非常に強い風を吹いてくれる、扇風機マシーンなので、これ1台を回しているだけで後ろで寝ているみんなに完全にこう風が行き渡って、もうめちゃくちゃ涼しい、めちゃくちゃ涼しい、もう一回言います、めちゃくちゃ涼しい。これをね購入してからね、夏の車中泊のあの睡眠がねもう著しく快適になりました。めちゃくちゃおすすめ。それまではどういうの使ったかっていうと、こういうねモバイル扇風機使ったんですね。これはここがバッテリーになってて、この状態でまあいろんなところにクリップしてあげたりとかして使える扇風機ですね。ただねいかんせん風力が弱い、なのでもうほんとね個人用、一人に一個ぐらいにしか使えないタイプ。まあね首振りしたりとかするので使い勝手は非常にいいんですが、僕のおすすめとしてはこのモバイルタイプの扇風機とこのサーキュレーターを組み合わせて使うことで、熱帯夜も含めたあらゆるシーンで快適に寝れます。なのでねポータブルクーラーとか全然いらないから、本当にね車中泊をずっと続けていたら、そんなねエアコンに頼らなくたってね、超のウィンドウで全然快適に寝れますので、このサーキュレーターとモバイル扇風機の組み合わせはね、コストパフォーマンスもいいし快適性も得られるという意味でこの組み合わせめちゃめちゃおすすめです。そして大事な注意点がありますのでよく聞いておいてください。先ほど紹介したインバーター、このインバーターは制限波タイプと矩形波タイプっていうものがあります。僕はねせこいので少しでも安い矩形波タイプを買ってしまったんですね。
ここで問題があって、何かっていうと、例えばこのサーキュレーターね、風量が5段階に調節できるんだけども、これマイコン制御してるんですね。この時矩形派タイプのインバーターだと、このマイコン制御っていうのが効かなくなる。もうどうやってもフルパワーでしか回らなくなっちゃうんだよね。細かいコントロールができなくなるんです。こういうところがあるので、例えば炊飯器とか、それから電気毛布とか、マイコン制御をしているものは必ず制限派タイプのインバータを使うようにしてください。ここね、結構見落としがちなので、非常に大きな注意点です。覚えておいて損はないです。まだまだご紹介します。さらにこう、我が家の車中泊の食を改革してくれたのがやはり炊飯器ですね。マイコン炊飯ジャーを買いました。これでも、消費電力は240ワットマックスで。なので、ポータブル電源でね、使うことができるんですね。で、この大きさのもので約2合炊けます。家族4人分は十分に炊けますね。で、この手のマイコン炊飯器を使うことで、お粥だったりとか玄米だったりとか、いろんな炊き方のモードがあったりとかするので、いろんな料理に使える、パエリアとか作れたりとか、これでしちゃうので、このやっぱね、ポータブル電源と炊飯器を組み合わせたことで、料理の幅がね、一気に広がったというか、やっぱね、あったかいご飯が食べれるっていうのは、お米の国の人だもの。やっぱね、落ち着くのよ。ポータブルバッテリー、我が家の車中泊はですね、この 500Wh タイプのポータブルバッテリーを2つ持ち歩いています。前に 1500Wh の超でっかいさ、ポータブルバッテリーを持って旅をしたんだけど、あれはね、でかすぎて、重すぎて、もうほんとね、使い勝手が悪かったんだよね。なので、僕のおすすめはね、この 500Wh ぐらいのポータブルバッテリーを2つ持つっていうのが、実は一番コンパクトで、運びやすくて、で、十分な電力を賄えるっていう意味では、この使い方をね、すごくおすすめしています。すぐね、外に持ってっても使えたりとか、この車の中でもね、簡単に移動して必要なところで電源を取ったりとかっていう意味でも、やっぱね、このコンパクトなポータブルバッテリーを持ち歩くっていうのは絶対便利なので、このちっちゃいタイプを複数台持つっていう方が圧倒的に使い勝手がいいので、ぜひ参考にしてください。さあ、以上になりました。サーフィンをしながら、日本一周ね、車中泊の旅を実現した我が家ならではのサーフィン車中泊の装備をご紹介しました。ぜひね、参考になると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた。バイ。Dude, that father is 10 and permed!